本当に、まあ、やっぱ一枚一枚こうね脱いでいくんですけども、まあ、その横島さんも叶えてくれつつ美しさを与えてくれて、そのこんにちるちる。る。商業 BL レビューサイト、ちるちる社長のひろしです。ちるちる編集部実写ドラマ評論家、ひろみちアンダーグラウンドです。はい、ひろみちさん。はい。先週ひろみちさん朗読劇、声優さんじゃない 朗読劇ですね、今回は。はい、そうなんです。はい。どんな朗読劇だったんでしょうかね。はい、こちらの朗読劇はレプロエンターテイメント企画の完全オリジナル BL 朗読劇、青春パレットにお邪魔してきました。これはあの声優さんだと声っていう感じですけれども、俳優さんがやってる朗読劇って、はい、なかなかちょっとこうね、どんな感じなのかなって。そうなんです。もうなんか初体験と言いますか、はい、本当になんか俳優さんがやっているからこそ、そういったなんて言うんでしょう、朗読劇プラスやっぱりそのビジュアルの面でしたり、はい、っていうところ、見どころ満載の朗読劇でしたので語っていきたいです。BL の朗読劇っていうのはあんまりね、そうなんですよ、聞かないですけど、なかなか今まで前例が、はい、はい、まあなかったものになりまして、本当に、なんていうんでしょう、 BLCD の世界観っていうのがそのまま目の前にこうあるっていうような。そうなんですか。正直なんか本当にそのまま実写化にできてしまうんじゃないかっていうぐらい、ほうほうほう、あの素敵なっていうか、ただその実写化ではできない部分っていうのを朗読劇ならでは、はい、なのでちょっと見れたり、あ、ちょっと聞けたり体感できたりっていう、本当に物語の中に没入ができるっていうと、あれですか、喘ぎ声とかね。いやいやいや、あ、ただ喘ぎ声はあのなかったんですけども、あの本当にそういったお互いそのキャラクター同士の触れ合うシーンっていうところは結構濃密に脚本で描かれていて、こう見ててこう体温がもうこうなんて言うんでしょう、ぐわーっと胸の内から熱いものが込み上げてくるかのような、なんかそういったものを感じれる、そんな朗読劇だったんですよ。そうだったんですね。特にあのエピソード2にあの出られていた鈴木康介さんはですね、ジャック・フロスト、もう皆さんご存知の、はい、その他そちらの相手役で、モデルの長谷川翔さん、はい、なんと今回で初めての舞台、はい、ははは、初めてだったんですね。初めての舞台、舞台っていうか、まあ朗読劇ですけど、まあ朗読劇、そうなんですよね。まあなんかそうなんですよ、ちょっと言ってる方も舞台なのか朗読劇なのかっていう、まあ、結構そのなんかどっちとも取れるような感じの、なんか新しい感覚の。そうですそうです、本当にあれですよね、はい、2.5 次元でもないし、はい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 、朗読声優さんの朗読劇でもないし、はい、まあ、ドラマでもないみたいな、はい、なんか新しいジャンルなんですかね。なんかもうどこに、もうどこにでもつながれそう、なんかすごく美味しいところを詰め込んだ感じの本当に朗読劇になっておりましたね。もう本当にエピソード1、エピソード2ともにですね、なんと同じ世界観で、はい、舞台が同じ高校で、はい、ということだったので、ちょっとエピソード1を見た後にエピソード2を拝見すると、登場人物が登場したりとか、はい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 、物語でリンクする部分が出てきたりとかして、私もエピソード1、エピソード2を見た時に、あのその登場人物の名前が出てきたりとかした時に、え、出てきたっていう、そのなんて言うんでしょう、セットとセットで楽しめる物語っていうところもまたここの魅力としてありました。ではエピソード1からあらすじをちょっとお話をさせていただきたいと思います。生徒と教師、はい、教師と生徒、はい、まあ、今日もう本当にいいシチュエーションなんですけども、はい、その、生徒役を松島たくみさんが、はい、で生徒のお名前が一ノ瀬かけるという、まあ、高校3年生ですかね、はいはい、生徒会の副会長をしている真面目なまっすぐな役の生徒、かける、はい、富永聖也さん役するところの来栖浩平先生という、はい、地学の先生なんですけども、
近くになんか関連のあるそういうエピソードが出てくる、出てくるんですよ、それが。そうなんですか。地学エピソード出てくるんです。しかもこの先生が、まあなんて言うんでしょう、ちょっとだらしない性格をしていて、タバコ臭くってっていう、ちょっとなんて言うんでしょう、気だるげな大人の色気のある、確か年齢が26歳の設定の先生で、ここの2人の物語っていう形なんですけど、まあ、これもネタバレはね、もうしていいものだと思ってどんどん語っていきたいなと思うんですけども、はい、かけるくんが、はい、とにかく先生に突っかかるんですよ。そのだらしなさっていう部分とか、先生だらしなさすぎるそうなんです、タバコ臭いとかっていう部分で、ちょ先生何やってんのみたいな、またタバコ臭いじゃんみたいな感じで、ちょっと子犬系みたいな感じで、結構キャンキャン小言を言うみたいな、真面目な、なんか家の中でハブられてるお父さんみたいな感じですねそんな感じではないですよ。なんか本当に、だから、あ、でそれでもうなんかそのうるさいから、はい、なんかそれでどんどん突っかかってくるかけるがうるさくて、クルス先生は、はい、そのうるさい口だなみたいな感じで口を塞ぐんですよ口を口で、もう手じゃなくて手じゃなくてお口で塞いでしまうっていうすごいなんか初っ端すごいところから始まりましたね。そうなんです。しかもそれがこの朗読劇ならでは、はい、ただあの朗読、ただの朗読だとここが多分そのなんて言うでしょう、口で塞いだっていうセリフで終わるところが、はい、なんとここでは俳優さんが、はい、実際に塞いでくれるんだ、塞いでるように見せていただいたというか、なんで本当にそれはドキッみたいな、あ、見ていて、おーすごいと思って、それはもうちょっと大興奮な演出であったんですけども、実際に塞がれちゃったから何も喋れなくなったその後ねそんなことないんですよ。それが塞がれてしまったところ、はい、キスをしてしまったところから、なんとかけるくんは恋心に目覚めていって、今までなんかつかかってたのはなんか好きの裏返しだったって、はい、そういうことですか。そうなんです、気づくんですよここで、はい、はっみたいな、あ、僕先生のこと好きなのかもみたいな感じになっていて、先生観察日記などというものすごい可愛いシーンもあり先生観察日記ってその時から始めたんですかそうだね、そこら辺からもうまたがっつりそう観察をしだすんですよ。あ、はいはい、するとだんだん先生の人柄とかが見えてきて、であの結構しつこくかけるくんは、はい、そのなんか先生に対して、はい、なんか一緒にいたいアピールをして、理科準備室で、はい、まあ、2人は会話を重ねて、だんだんクル先生も心を開いていって、お話をする時っていうのがすごく重ねていくんです。その中でだんだん絆が芽生えていって、はい、ある日クルス先生のねご自宅に、はい、匠さんだって、それ俳優さんだわかけるくんが、はい、お、あの出向くことになるんですよ。出向くんですか。はい、なんかあのどんななんか理由か気になりますけど、はい、授業で必要な資料を取りに行くので、はい、そちらの荷物持ちということでかけるくんが先生の随分とあれですね、荷物持ちでなんか行っちゃうなんて行っちゃうんですよ、はいまあ、BL 的シチュエーションなんですけども、そちらで2人は、まあ、ご自宅に行くと。ほうほうほう。でその後、まあ、特に、まあ、そんなこともなく、ただかけるくんは好き好きアピールを止まらないと、はい、でただもうクルス先生はやっぱり先生と生徒じゃないですか、うんうん、はい、だから若干距離を置きたいっていう感じになった時に、まあ、かけるくんは思い切って前にご自宅行ってたので、知ってたのでまた行くんですよ、はい、また行っちゃうんだ。また行くんですよ。先生もね、なんか口塞がなきゃねこんなことにならなかったのに、自分で撒いた種だからやっぱりね、自分で刈り取らないといやもうでもそのもう出向くシーンの、はい、勇気を振り絞ってそのクル先生に会いに行ってるところ の、はい、そのやっぱ俳優さんの読み方とかっていう部分 の、 その緊張感、はい、っていうのがもう本当に伝わってきて、その後に、まあ、やっぱりクル先生は一度跳ねのけるんですけど、はい、やっぱりなんて言うんでしょうね、もうかけるくんが頑張ってキスをするんですよ。
するんだ今度は。かけるくんの方からかけるくんからするんですよ。そこからもう理性の外れたクルス先生はお部屋になだれ込みお互いに触れ合うみたいな形になるんですけども、はい、まあ、触れ合いの部分はさすがにそういったモーションをつくことはなく、それは朗読として楽しむ部分だったんですけども、もうその描き方が濃厚でそうなんですか、それナレーターがなんかこうあの言うんじゃなくて、本人たちのなんかこうお二人のナレーションで進んでいくんですけども、あ、そうなんだ。それがもう非常にいい、そういう面白いあの表現手法ですよね、それね。そうなんです、本当に。なんかもう本当にすごくその触れ合ってるところっていうのをすごく丁寧に描かれているので、うん、なんかやっぱその美しさっていうんですか、そういったシーンって美しいじゃないですか、うんうんうん、そこの部分を壊さず、うんうん、またそのご本人たちが話してるっていうところの高揚感で、やっぱりそのセリフの早くなる部分っていうところとかで、また耳でもなんかこう熱くなるみたいな部分があったりとかして、非常に堪能させていただいた部分でございます。なかなかすごい、あのそれだけで独立したジャンルでなんかコンテンツが作れそうですね、はい、本当にそうなんです。でその後、ただ学校でも、うん、その後、まあ、そのシーンで終わり、お互い気持ちが通じたかなっていう部分で、はい、また学校生活に戻ったところで、うん、理科準備室でまた、またね、理科準備室が、はい、キスをする。理科準備室って聞くともうなんかね普通になんかエロいものみたいな感じで、いやもうそうなんですよ、保健室とか理科準備室とか良くないですよね。そう、良くないんです。もうちょっと、もうそういったものって考えちゃうんですけども、バッチリ今回もう本当にそういうところ、まあ、なんかそこで反応しちゃうようだとちょっとこうねまあちょっともうこれはもう腐ってるなって思いますね。プロの人だなって思いますよね思います。使うところがもうプロのところ本当に、はい、でそこでまた2人会ってた時にキスをやっぱりしてしまうんですね、盛り上がった気持ちのまま、はいはいはい、それを他の先生にパシャリとされてしまい、パシャリとされるんだ、なんか良い周到ですよね。そう、動画を回されちゃってるのかな。でそれで、そうなんです、見つかってしまい、学校の問題になってしまい、クルス先生はちょっと、まあ、学校を離れる形に、そうなんだ、なるんですよ。なんかそれからなんかね、動画で落とされてとかみたいなではなかった、そうだね、そこまでドロッとした感じではなかったんですけども、はい、まあ、離れていってしまい、はい、ただそう忘れられない、うん、真面目なかけるくんは、うんうん、もう会うなと先生からも親からも言われていたクルス先生に、また自分からそのルールを破って会いに行き、ハッピーエンド、おハッピーエンドってはてなっていう感じで、まあ、そこはちょっと余韻を残すような映画のような終わり方をされていたんですけども、本当に綺麗な、物語で良かったですよ。で特に良かったというのがですね、はい、クルス先生が地学の先生というところが、あ、そうですね、はい、良かったんですけども、まあ、その中でですね、はい、かけるくんがですね、はい、最初からやっぱりクルス先生に突っかかってるところから始まるんで、ほうほうほう、なぜ突っかかるのかっていう部分、はい、そこがあの地学のところと合わせられて描かれたりとかしていて、ほうほうほう、まあ、そこも、まあ、なんかなんて言うんでしょう、そういったところも楽しめるし、もう2人の家系も楽しめるしっていう部分で、本当に物語も濃厚で、もうエピソード1からもう本当に良かったです。その後アフタートークがございましてですね、はいはい、それが本当に、なんて言うんでしょう、じゃんけん大会があったんですよ。もうじゃんけん大会、脱がしじゃんけんとかそんなじゃないですよね。いや、もう役者さんとその見てる観客でじゃんけん大会があって、はい、まあ、勝ち残った人にはなんとサイン入りの台本をプレゼントっていう形であったりとか、あとはもうあれですよ、もう写真撮影、あ、それも OK なんだ。はい、もうその時だけはもうお二人がこうポージングをこちら側に決めてくださって、はい、もうシャッター音が鳴り止まない、シャ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 で本当にそれはすごいですねそうなんですよ、はい、まあ、SNS にはちょっとあの上げてはいけないっていうルールのもとではあったんですけども、はいはい、皆さんの個人フォルダの中には、はい、そのやっぱお二人の写真がもうたくさん残るとい う、そんな大サービス、いや、もうびっくりですよじゃないですか私もいいんですか、はい、と思いながらこう自分の携帯の電源を入れて、今すごいですね、なんかここ数年でサービス度というのか、本当に驚きましたね、それは、うん、
体感予報のね、あのドラマのあの2人のぐらいから、はい、結構ねファンが本当に喜ぶような、なんかね、うん、本当にそうですね。サービスっていうの。エピソード2は幼馴染と幼馴染のカップリングリ、もうみんな大好きですよね、幼馴染同士っていうのね。最高なんですよ本当に、はい。まあジャック・フロストにも出演されておりました鈴木浩介さんが演じるのが神谷歩くんというので、はい、こちらが写真部に所属していて、ほうほうほう、陰キャで、ちょっとまあそういった男性が好きというか、まあ、その相手の男の子大河君が好きという気持ちを秘めている、はい、で、まあ、そして、まあ、相手の役ですねが長谷川翔さんが演じる南條大河君、はい、こちらがテニス部のエースで、はい、みんなの人気者テニス部ですか、はい、はい、テニス部エースのみんなの人気者っていう、もう本当にアイドルですよね、アイドル、もうみんなのアイドルみたいな、もう本当にみんなが大河大河みたいな感じの、ポジションにいる、はいはいはい、というところで2人は幼なじみなんですけども、はい、まあ、歩くんがちょっと陰キャっていうこともあってあんまり学校では話さず、はい、ただ自宅が隣っていうこともあって、はいはいはい、自宅が隣なんですか。そうなんです、ご自宅隣なんです、まあ、幼なじみですからね、はい、そうなんです、はい、なんでご自宅が隣なんでちょっとあのそういった家とかではお話をするみたいな、そういったちょっと隠れ仲良しみたいなすげえ秘密感たっぷりです、ね、そうなんです、そうなんです本当にてか秘密っていう言葉が本当にキーポイントになるのがこのエピソード2になるんですけども、歩夢くんが抱えてる秘密は大河が好きっていう気持ち、はいはいはい、で、タイガが抱えてる秘密っていうのが、はい、ちょっとすみません、眉間にいきなりしわがやっちゃったんですけど、はい、自分のお母様いらっしゃるんですけども、うんうん、お母様の彼氏さんがいるんですね。そのなんかいろいろと広がって、そうなんです、その彼氏さんがなんとあのタイガくんのことを、はい、ちょっと言い寄ってきてるすげえ複雑そうだ、なんか複雑なんです展開になりそうじゃないですか複雑なんです、すごい、そこが大河くんの学校では人気者なんだけど、はい、自分の私生活で抱えている秘密っていう部分があって、ほうほうほう、この2つの秘密がどう連鎖していくかっていうのがこのエピソード2の見どころになっていくんですけども、はい、本当に、まあ、もう本当になんて言うんでしょう、没入感もよくできてるというか、はいはい、まあ、あらすじをどんどん話していきたいなと思うんですけども、はい、まあ、この2つの秘密なんですけども、はい、歩くんはですね、はい、あのそれをなんて言うんでしょう、やっぱ大学のことが好きなんで、写真部の体でこうやっぱよく大学の写真をよく撮ってたんですよ、はい、そうなんですか、はい、で、まあ、盗み撮りとかもしてたんでしょう、そうなんですそうなんだ、本当にそうなんです、本当にそうなんだ、本当に盗み撮りをしてたんです犯罪者だ、犯罪者、いやー、まあまあまあ、そんな、まあ、その犯罪なんて言わないでこれがまあでもただ事件にはつながるんですよ、今回が、そうなのそうなんです、そうなんです、ある日ですよ、大河くんがなんとご自宅のお部屋から、はい、ちょっと大河くんの部屋っていうか、まあ、リビング見えちゃうんですよね、そこから大河くんとそのお母様の彼氏さん、はい、まあ、ここではちょっとおっさんっていう風に、はい、あの朗読劇で終えたので、うんうんうん、ここからおっさんという形状でちょっと行かせていただくんです、はい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 、おっさんが体を近づけて、何やらちょっとお互いちょっとキスのようなキスってるっていうのを見てしまい、はい、ちょっとそれを見ていた歩くんはこう、うん、興奮してしまう、目が離せなくなってしまって、はい、その姿を写真に残してしまうんです、思わず、いやーいやーでしょ、もう嫌なんです、本当に残しちゃったってなって、しかもその隠しフォルダっていうのが、はい、自分のデータを学校の PC の隠しフォルダに入れてたんですよ。なんでそこに入れちゃうの？なんでそこに入れちゃうの？本当にそうなんですよ。でしかもその隠しフォルダ、なんとちょっとこう写真見てた時にちょっと興奮してしまって、はい、男子トイレに駆け込んだ時に別の男子生徒の人にそのデータ盗まれるんです。なんかチェックというか見張られてたの、そのなんかなんかあったんですかね、偶然通りかかったんですかね、その男子生徒は、なんとその男子生徒がばらまいてしまうんですよ。なんかね、そういうことしちゃう人だったんだ。そう、意地悪なね、もう本当にもともとそうなんです、なんかもう、はい、もうそういった性質の方がそうばらまいてしまって、うんうんうん、でまあその歩くんはホモと言われてしまったりとかっていう部分で、はいはいはい、ただその事件をきっかけ
にはなるんですけども、まあ、はい、歩夢くんと大河くんはちょっとまあ犬猿の仲になってしまうというか離れてしまうんです。隠し撮りなんて最低だっていう風に大河くんから歩夢くんをもう突き放すっていう部分になってしまう。すっごいもうそれがすっごい苦しいんですけど、はい、でただ大河くんはこれをきっかけにお母様と一緒にその、うん、あのおっさんのことについて話す機会っていうのができて、うん、なんとそこのわだかまりは解消ができることができるんです、はい、っていうのが大きくって、この大河くんとお母様とのやり取りっていう部分もその大河くんのやっぱりその語りで語るんですけど、うん、本当にちょっと涙が止まらない。お互いの親子関係っていうところもすごく物語としてよくって、うんうんうん、お二人その親子で、うん、まあ、やっぱりもうここにはいられないっていう形で、そのおっさんとも別れ、うん、引っ越しをしてしまうんですね。お、もう何も言わずに引っ越ししちゃうっていう感じですか。そうです、まあ、ちょ何も言わずではなく引っ越しをまあ決めて、はい、そこから、またなんて言うんでしょう、学校に通ってるじゃないですか、うんうん、その中でも、うんうん、その中でやっぱりちょっとしたきっかけでそのいじめっ子の人たちと大河くんがやっぱりほ、あの引っ越しっていうことをきっかけに、引っ越した先でもホモなのかっていう言葉をきっかけに、うんうん、まあ、大乱闘舞台の上でも大乱闘したので、いや、しないんですけど、まあ、そのやっぱりその熱い中さ、はい、なんて言うんでしょう、なんて言うんでしょう、ふざけんなっていう形で、まあ、大乱闘になっている中、その歩夢くんが声を上げるんです、今まで陰キャでずっと声を、なんて言うんでしょう、息を殺して生きてきた歩夢くんが大きな声でですね、もう僕がホモなんだと、僕が好きなのは大河なんだ、僕が大河が好きなんだっていうふうにもう叫ぶんですよ。もう大声でもうあの全部劇場に轟くような感じ、もうまさにその通り、はい、もうそのしびれ、もう全身がしびれるような、おう、もう本当にもう鈴木浩介さんの訳するところの、はいはい、神谷歩くんの叫び、はあ、もうまた涙がもう本当にそこからザーッと流れて、その熱い思いで、そこから2人はまた、はい、のお話をして仲直りをして、その仲直りした後の流れがとても良くてですね、引っ越しを伝えて、まあ、ショックを受ける歩夢なんですけども、はい、その引っ越しを聞いて時にやっぱりもう自分が写真を撮ってたことがきっかけでこのトラブルになってしまって、うんうん、大河の人生までも変えてしまったっていうのを反省して、もう僕は写真を撮らないって言ったんですけど、大河くんはやっぱり歩夢くんの写真が好きということで、あの続けてほしいと、何を撮れればお前は写真を続けられるって聞いた時に、思わず歩夢くんは、はい、大河の裸っていう風に言うんですもうダイレクトこの上ないじゃないですか。ただそのダイレクトさがまっすぐでいいんですよね。なんか本当になんか男子高生のまっすぐな、そのなんかなんていうんですか、自分の好きっていうものに対しての欲っていうのを思わず出ちゃうっていうセリフ回しも良かったですし、はい、でそこでまあ2人は今までその幼馴染なので昔行っていた山の中の池に取りに行くぞと、うん、すごいなんかこれからあのね清純な展開にはならなそうっていうすごいことが起こりそうみたいな。ただもうそこからの私たち聞いてる側も、はいはい、ドキドキ、はい、あ、こっから、え、裸みたいないう風なもので、はい、もうドキドキするじゃないですか。そうですね、もうまさにそのドキドキを叶えてくれる展開、はい、いや、それを上回る美しさ、はい、本当に、まあ、やっぱ一枚一枚こうね脱いでいくんですけども、そこまでやってくれるんだ。いや、まあ、ただあの、いや、役者さんは脱がないですよ役者さんは脱がないんですけど、その脱いでいく描写のもう描き方がもう本当に綺麗、はい、で2人がやっぱりその興奮している様っていうのもやっぱ2人だけの世界、うんうん、やっぱ森の中、はい、2人しか知らない、うん、誰もいないその森の中でっていう部分っていう、うん、そのなんか秘匿感というか、そういった興奮もあり、それもお互いの人がこうあの実況みたいなのも半分、自分のなんかセリフ半分みたいな感じで進んでいくんですか。そうです、そうなんです。
もうそれがもうたまらんのです本当に。これなんか CD にしたらいいですよね、それね。また本当に CD でも欲しいなっていう、いや聞き返したくなるなっていう、この1回だけではもったいない。確かにその舞台だから生ものっていうので必死にこう聞き取るんですけど、うん、またもう一度あのシーンをって思うぐらいには本当になんか癖になるじゃないですけども、それ結構何回も聞きたい感じがしましたけど、そうなんです、そうなんです、新しいビジネスができそうですね。いやもう本当に美しかったです、はい、もうなんでも何度も反芻しながら私はエピソード2本当に美しい終わり方をして、はい、また2人は付き合うとかっていう部分では、はい、そこは描かずに二人がそういった世界の中で明日へ進み続けますみたいな感じで終わるんですよ、うん、おお、最後はじゃあ少しこう感動的な感じで終わると、はい、もうとても感動しました。自分がねなんかちょっとねエロいことしか考えないですからこうそのままなんか脱いだ後となんか撮るだけじゃ終わらないだろうなってそんな感じでちょっと横島な感じで、いや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 その横島さんも叶えてくれつつ、はい、美しさを与えてくれて、その物語としての、はい、なんて言うんでしょう、その特にエピソード2は2人の成長じゃないですけど、はい、自分の秘密と向き合って、うん、自分と向き合って本当の自分をさらけ出すっていう部分が非常によく描かれていて、もう本当に感動しました。いやもうぜひともね、再演するしかないですかね。いやもう本当にでもなんかもう本当に良かったです。でもエピソード1、2のつながりも、はい、やっぱりそのエピソード2にクルス先生が登場、うんうん、ちょっと結構キーポイントのところで出てきたりとかするんだ、したりとかしてちょい役みたいな感じで、そうなんです、セリフの中で、まあはい、実際にその役者さんは出てくるわけではないですけど、おうおうおう、セリフの中に いらっしゃったりとか、おーおーと思ったりとか、またアフタートークもね、はい、お盛り上がりして、こっち もあれだったんですね、かなり盛り上がった感じですね。すごかったです、本当にもうじゃん大会で勝ち残った方が、はい、お二人勝ち残ってたんですけども、どちらも、はい、鈴木浩介さんのファンだったみたいで、はい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 、もうなんかその手渡しでくださるんですね、客席まで降りてきて、こう手渡しで鈴木浩介さんがこうなんか台本を渡すと、周り その皆さんも、うん、いやーみたいな、なんか卒業証書渡すみたいな感じでなんか渡し、そうなんです、もう降りてきてくれたんで、その距離感にこう、はい、会場がざわめくっていうシーンがあったりとか、はい、本当にそのどうでしたかとか言ってこう直接、うん、その俳優さんたちとお話しできる距離感っていうのが、はい、まあ、アフタートークの見どころで、とっても盛り上がっていて、お話っていうか、じゃあなんかその場でどうでしたかなんて、ね、なん言われてもなんか困っちゃいますよね。そうです、もうすごい前の列の方々が問いかけられてたんですけど、はい、もうなんかみたいな、よかったですよかったですみたいなすごいで私もなんか分かると思いながら、もうそのいきなり、ね、声かけられたら突然そういう事態になってしまった時にね、どういう解消すればいいんですかね。いやもうそうなんですよ、もうそういう反応するしかないみたいな、はい、でもすごい丁寧によかったですっていう風に反応されていて、はい、もう本当に一致一致みたいな解釈一致、私も本当に今よかったですと思いながら、後ろの席の方でもはーと思ってたんですけども、わかりました、はい、はい、じゃあそれでは今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた次回このような、そうですね、感想会ですか、はい、開けるような形でイベントがあるといいですよね。はい、楽しみです、はい、それでは皆さん、バイチルー、バイチルー。